女子が、孫がいると聞いて驚いた芸能人。すみれの子で3人目おじいちゃん、石田純一よりも意外だったのは第4位以下。本サイトでは10から30代についてアンケート。トップさんは別記事で紹介したが、ここでは第4位以下の17人に放送された、ダウンタウンナウ、フジテレビ系。 に元で俳優の吹越ると共に出演小さんを出産したと振り返り、この前、孫生まれて、と明かして共演者を驚かせた。広田は吹越との再々離婚後、2018年に22歳ちゃんという感じがしない、38歳、女性、主婦。広田レオナ自身が若く見えるから、35歳、女性、事務職。 ビバント最終回考察、松坂通りが野木優女だった、ナイツ花の行天説が沸騰。二階堂ふみくんは妹、黒幕は公安部長、とんでもだけど、あるかも予想。9月17日、ビバント TBSK が、ついに最終回を迎える。ビバントは、自衛隊の影の情報組織、別班の一員である野木優女、坂井。 を主人公に描かれる、半沢直樹で演出を務めたドラマ。豪華キャストに、壮大なモンゴルロケ、何よりも多くの謎多きい伏線の数々、非常に注目されていた超大型日曜劇場は、どのような結末を迎えるのか。屈指のドラえず講うでも、ある漫才コンビナイツの花輪信幸さん、45は、 シナリオの根本からひっくり返るような大ドンでん返しの考察をしていて、しかも、ところどころ説得力のある矛盾の指摘をしているため、大注目を集めてい。花は9月12日、自身の YouTube チャンネル、ナイツ花会長の自由時間を更新。坂井人が演じているのは、実は野木優女ではない。本物の野木は、松坂通り。 34人が演じているについて解説を行ったのだ。演じている役者の年齢を考えると無理がある説に思えるが、花は流れた回想シーンと乃木の説明に食い違いがあることを根拠に、この説を有力視している。ビバントの第8話で乃木、酒井、はポリグラフ、嘘発見、二十歳の時、アメリカから一時帰国した際、 テレビで野木家の家門を見て断片的に記憶が蘇りました。ところが、第5話で警視庁公安部の野崎森、安倍博士、59の質問に、野木が育った京都府舞鶴市の児童養護施設の職員、宮田恵子75は、野木について公派の更新で一時帰国して、ここに寄ってくれたんです。同時に、 そこでテレビに映っていた乃木家の家門を見て、島根に行くことになった様子も第5話の回装シーンで描かれていた。乃木は1981年生まれで、回装シーンに映っていたのは1999年のカレンダー。そのため、職員の乃木は18歳の説明が正しいことになります。ここで花さんは、実は回装シーンにいたで、ででその後、 時間が経って、酒井演じる乃木が丸美子に入社し、本編の3年前に遊女のおじ感動、井上淳76区を訪ねたのは、酒井演じる乃木だったのでは、と考察していました。同じ小児同士、乃木とクロスはミリタリースクールで出会い、意気投合して、人生をクロスさせたんじゃないかな、とも。かなり強引かつ、 なぜそんな入れ替わりをする必要があったのか。最初は、いやいや、いそれはさすがにない、と思ったけど、ちょっと信憑性あって面白い考察ですね。入れ替わってたなら、何のために、が辻つま合えばすごいと思います。ドラマを見ていて違和感を感じた箇所を思い出しました別班への試験。ご自身が若い時を演じてらっしゃっていた記憶があるのですが、 なぜ高校生時代を演じた桜井海人さんを使わないのかなと思いました。花さんの考察を踏まえると別人の若い頃を演じていたならと負に落ちる気がします。野崎が野木に今回は本名で飛行機取ったんだだが本当は別人だと考えたら納得です。と、花の考察は SNS でも盛り上がりを見せていた。野木遊女でないのなら、 坂井人は本当は誰なのか。という点は、このシーズンではわからないまま、二階堂文さん、28フィスの君だけがおかしいと思っていて、それを追いかける安倍博さんがいて、というところで、第一シーズンは終わるんじゃないかな、と、花は推察している。ビバントフは2025年7月クールに続編を制作する方向で動いている。 と9月12日発売の女性自身公文社に報じられているため意外とあり得るかもしれない。